こんにちは、ミントです。先日行われた2021年の F1 第16戦トルコグランプリでパワーユニット交換によるグリッドペナルティで降格した王者ハミルトンを8週にもわたり抑え続けたアルファタオリの角田裕樹。残念ながら入賞することはなかったものの2位でフィニッシュしたマックス・フェルスタッペンを強力にサポートしたことでレッドブルのヘルムート・マルコからも絶賛されました。今シーズンも残りも早くも6戦しかなくなりましたが、写真交換をした角田裕樹にはさらなる光る走りを期待します。今回はそんな角田裕樹のお話です。角田裕樹は開幕戦を振り返り、こう語っています。バーレーングランプリの前は何にも恐れていませんでした。シーズン前半の間に表彰台を獲得しようとさえ思っていました。予選 Q2 がうまくいかなかったので完全には満足できませんでしたが、そのパフォーマンスには満足していました。ロス・ブラウンやヘルムート・マルコ、フランツ・トストなどからの評価にもとても満足していました。その時点では僕は少しばかり F1 を簡単に考えすぎていたんです。当時、まだ20歳だった角田裕樹は、飛ぶ鳥を落とす勢いで、下位カテゴリーからステップアップしており、さらに開幕戦でのフリー走行や予選、決勝でうまくいったことで、こう考えるのも無理はないでしょう。この勢い、自信は非常に重要なものですが、もしかしたら、それこそが若さと言えるかもしれませんね。角田裕樹自身も、当時は F1 を過小評価していたと認めています。その結果、第2戦のエミリア・ロマーニャグランプリで現実を突きつけられることになるのです。予選 Q1 での不用意なクラッシュにより、いきなり F1 参戦2戦目で初の Q1 落ちを喫してしまったのです。角田裕樹はこう語っています。オンボードカメラの映像を見てた時は、すごくグリップがあると思っていました。F2 までは、マシンが姿勢を崩しても、コントロールすることができており、F1 でそれができると思っていました。僕は F1 を過小評価していたんです。当時、ヘルムート・マルコからは、うぬぼれていた、と酷評されてしまい、その後も悪い流れを断つことができず、4戦連続でノーポイントで終え、そのうちの3戦で予選 Q1 落ちを喫していました。角田裕樹は、未経験サーキットとなる、第6戦のアゼルバイジャンの予選 Q2 を4番手で通過し、Q3 でも8番手を獲得しました。決勝でも7位入賞を果たし、その後の活躍が期待されていました。アゼルバイジャングランプリ以降の5戦で、角田裕樹は計3度の入賞を果たしていたものの、それでも本人が望むような位置で、レースを終えることができなかったと言えるかもしれません。その後、トルコグランプリまでの5戦でも、結果的に全てノーポイントで終えていますが、トルコグランプリからはシャシーを交換したことが成功したと見られており、見事に Q3 に進出し、王者ハミルトンを抑え続けることに成功し、今後のレースに期待が持てるような状況となったのです。角田裕樹が F1 まで上り詰めた要因は、間違いなくホンダのおかげです。2016年に鈴鹿のレーシングスクールに参加した角田裕樹は、残念ながらスカラシップを勝ち取ることができず、この時点でレースを完全にやめるつもりでいたのです。しかし、その時の角田裕樹の光る走りを、当時のスクールの校長だった中島悟さんは見逃さなかったのです。中島悟さんはホンダに角田裕樹を推し、見事にホンダからの支援を受けることができ、その後、F4、FIA-F3、F2、F1 と、トントン拍子でステップアップすることに成功したのです。つまり、日本のレース界のレジェンドである中島悟さんがいなければ、7年ぶりの日本人 F1 ドライバーは誕生していなかったことになるんですよ。角田裕樹は幼少期をインターナショナルスクールで過ごしており、これまでの日本人ドライバーよりも、英会話に優れていたことも良かったのかもしれませんね。日本人 F1 ドライバーで初めて表彰台に上ったレジェンドの鈴木亜久里さんは角田裕毅についてこう語っています。なんか、拓磨の一番最初の時みたいに、地に足がついてないね。最初のテストも良かったけど、焦っちゃって空回りしてる感じですね。年間20戦以上あるんだから、一歩一歩ちゃんと積み上げて、結果を出していけばいいのになと思います。ホイールスピンしちゃってるね。いろんな意味で。確実に10位には入れる車を持っているんだから、最初からガスリーよりも先を行こうとしなくても、予選をちゃんとやって、ゴールまで車を持って行って、データを取って、自分自身も車に慣れて、と、金曜日から日曜日まで、きちっとレースをやるというところが、大事なんじゃないかと思います。角田裕毅の高校の先輩は、元 F1 ドライバーの片山右京さんです。間違いなく速さのあった片山右京さんは、ベネトンのシートを断ったことでも有名で、もし移籍していたら、日本人として F1 で初優勝を成し遂げていた可能性が高かったと言われています。その片山右京さん、後輩の角田裕毅についてこう語っています。もし彼が F1 で勝ったら泣くね。想像しただけで泣きそうになってしまう。それがモナコだったりしたらどうする？そんな日が来たら、僕らはみんな、ありがとうしか言えないと思う。僕が現役の時は、結果が伴わなかった。その汚名を返上してくれるかもしれない。片山右京さんは、F1 参戦6年の間、マシーンに恵まれず、結果的に3度の入賞で、心半ばに F1 から離れています。ヨーロッパで、神風右京、と呼ばれていた片山右京さんですら、結果を残せなかった F1 で、後輩ドライバーの角田裕毅は、非常に恵まれた状況下でデビューを果たしているので、当時とは天と地の差があると言えますが、F1 で勝つという思いを後輩に託しているのです。この先輩である片山右京さんのコメントについて、角田裕毅はこう語っています。じゃあ、彼を泣かせようと思います。もちろん、もし優勝できれば、それは素晴らしいことだと思います。でも今は、一貫性を持ってラップを走ることに集中する必要があると思います。小林可夢偉さん以降、7年間日本人ドライバーは F1 にいませんでしたからね。本当に嬉しいです。日本のファンに喜んでもらえる走りができれば嬉しいと思っています。それを達成するためには、鍛錬と落ち着き、そしてできるだけ多くの周回をこなすことが必要だと思っています。角田裕毅は自宅にシミュレーターを購入し、コースを覚えるなど、精力的にトレーニングに励み、大好きだったゲームも控えているといいます。様々な経験から日々確実に成長している角田裕毅の今シーズンの残りのレースから目が離せないですね。レーサーはたとえ、チームメイトであってもライバルと言えます。しかし、F1 ドライバーは今では20人、過去でも30人前後しか存在していなかったため、彼らが母国の後輩ドライバーに思いを託すのは、ごく自然な流れかもしれません。角田裕毅は来シーズンのシートも確保しています。レッドブルは、そう長くはチャンスを与え続けないと思うので、何としてもこのチャンスをつかみ取ってほしいですね。角田裕毅は、これまでの先輩 F1 ドライバー、そして日本のファンの思いを、ぜひ力に変えて頑張ってほしいですね。なんだかそう考えると、ジーンとくるものがありますね。それでは、次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみんと。